教育っていうのは安倍第一次内閣の時に、はい、教育基本法が改悪されてからずっと痛め続けられてるわけですね。それに対して有効な対抗措置っていうのがなかなかできてこなかった、うん、それが私の一番反省するところなんですが、うん、それはやっぱり今のような野党連合っていうのがなかったんですよね。でこれが出来上がって8日の日にますます私も元気が出たんですけれども、うん、旧その分裂した組合たちの人たちをですね、はい、一度に返して発信していけば、うん、ここは大きく変わる面があるんじゃないかと、うん、立候補される方々の共通認識というのがまだ深まってなかったんで、うん、地域でそういったレクチャーも含めた現実をお伝えしようと、うん、それが政策になっていけばいいなというふうに思ったわけですね、うん、分裂した組合にどのようにお声かけをしてたの？それぞれコンタクトのある方がですねいろいろいらっしゃるんで人脈で市民連合の中にいらっしゃるいらっしゃる。それでその方々が、うん、僕なら声かけられるよ、うん、僕なら声かけられるよ、うん、じゃあ私はここでということで声かけて見事こう集まることができた。官僚らの力で教育が歪められ戦争を招いた反省の上に作られました。で実は昨日小学校の養護教諭の先生からご相談がありました。で内容はコロナに感染して陽性だったと。それが8月の終わりに分かったんですね。で当然2週間の療養期間があって、で、その後復帰しなきゃいけないんですけども、後遺症があって、もう非常につらいと。しかし校長は出勤してきなさいという命令を出して、でしょうがなく昨日行ったんですね。で2時間ほど業務したんですけども、もうやっぱり耐えられなくなって帰ったと。校長こそその職員の命を預かり大事にするわけですから、早く帰って休みなさいということをするのが本来の校長の役割なんですよね。それをしない今の校長、もう一人や二人じゃないです。こういう管理体制のもうがんじがらめに強化された状態が、今のね職場の一つの典型的な例じゃないかなというふうに思います。ギガスクール構想だって言ったって、結局今何をやったのかって言ったら、大急ぎで全員子どもたちにタブレットを配っただけで、それこそウェブ環境なんてのはまだ全然整ってないわけですよ。で、家庭に帰ってもそれが分からなくて、うまく接続できない子どもがいたり、親が付きっきりで操作を手伝ってくれるような、そういう環境のある子どもはオンライン授業が成り立ってますが、そうでない子どもは成り立たないです。今回改めて学校や先生方と保護者間で考え方や思いを伝える場、機会が必要なことが分かりました。先生方の声が教育委員会や市に届かないことを残念に思うとともに、私たち保護者からも声を上げて伝えていかないとと思いました。我が子からはあまり伝わってきませんでしたが、実際はコロナの中で学校生活が大きく変化したなという事実を知ることができました。先生方も悩み、子どもたちもイベントなどの楽しみが奪われ、いろいろな不安を抱えて、過ごしている。もっと子どもたちの気持ちに寄り添い、子どもたちが毎日安心して楽しく過ごせる環境を作っていきたいと思います、というふうに寄せてくださいました。学校が忙しすぎるっていうふうにはずっと思っていて、学校の忙しいののしわ寄せがなんとなくこう苦しい、はっきり苦しい子は見えるかもしれないんですけれども、なんとなく苦しい子にその学校の忙しさのしわ寄せが全て来た結果、はっきり数に18万人っていうふうに、今不登校が去年度で18万人、それを計算できる、はっきり休んでるっていうふうに分かるので、心が疲れてしまって登校しぶりをしているような子は入っていないと思うんですね。で今日どういうこの立場で、親の立場で不登校がしんどいんだよっていうのを伝えるっていうのも伝えたいところなんですけれども、政策に生かしていただきたいという部分があるので、やっぱりこう人材とお金ですねを教育にとにかく割いていただきたいなと。序列付けをするような競争をやめたと。少人数学級でディスカッションをして基礎学力をつける、
で教職員の地位を保障して教育現場には自主性を訪問している。でこの教材研究はちゃんと別のチームがあってちゃんと研究しているというような話をずっと積み上げて、今さらに少人数学級を進めながら障害児と健常児が一緒に学べるような環境も模索している。そういう先例がですね、しかも日本の昔の教育基本法を基本に制度設計したっていう、改めてですね、政治を変えて皆さんの努力がより若い方々、現職の教員の方々や保護者の方々の努力がしっかり生きるように条件整備を共に図っていきたいというふうに思います。新自由主義的な風潮が、それから石原知事とか、あるいは安倍前元首相、それから菅首相ですね、から学術会議の問題にしても説明も一切もなく、6人の、科学者をですね排除すると、全く理由もないと、そういうですね人事権の乱用、そういうことが行われるっていうことはですね、本当に教育思想、ここを根本的に変えないといけないのかなと思いまして、野党を連携して政権交代を実現したいということがですね、まず基本的に根本的に、その中の教育よっしゃ、どうでしょうかね。